ボゴール植物園。ボゴール植物園は、インドネシアのボゴール市内にある植物園。ボゴール宮殿と併設されている。植物園の面積は80ヘクタール以上あり、1万5000種以上の植物を見ることができる。インドネシアジャートを中西部、ボゴール市にある、東洋最大規模、最大彩色種を誇る、植物園。農業、園芸分野における19世紀の世界的、 プロモーションセンターとして機能した。オランダという教商、低種原告の植民地経営がもたらした、アジアにおける輸出産品、育種研究の歴史的、不ではなく性の遺産である。キャッサバイも、気に入ネ薬、タバコ、コーヒー等の普及は、この植物園なくしては語れない。オランダ語名称イコール、無誘を意味するボイテンゾルグは、フード病のウイなしという願意で、 オランダ人居留地として発展、ランイン総督府、イスタナが置かれた。もともと植物園はなく、総督府の庭園だった。ナポレオン戦争で、ジャワ島支配がイギリスに移った1812から1816年の間、ラフレシアで知られるラッフルズ総督が、当地に居住、庭園も改造して、イギリス風庭園とした。夫人である。 オリビア・マリアンヌは英国より総本を取り寄せ整備を図り、今もこの地に眠る。オランダの書館に戻った1817年、ジャワ島及び周辺諸島農工業技術総監として44歳のラインバルトが着任する。アムステルダム在住の植物学並びに科学を専攻するドイツ人である。彼はジャワ人が家庭あるいは医術で使用する。 あらゆる植生の収集に乗り出した。農業と園芸におけるプロモーションを目的に整備が進んだ。同年5月18日に初めて植物園を開園、ラインバルトが初代園長となる。彼は在任中の1822年までに約900種を47ヘクタールの敷地に再植、整備した。第2代園長のカールルートビヒブルーム。 1822から1826在任は、最植種の914種をカタログとして記述、これが現在でもベーシックな目録として機能している。1830年に、ヨハネス・エリアス・テイスマンという庭園医師が、植物園のキューレターに就任し、50年以上をその整備に費やした。彼は、植物分類学による配置外を観光したのである。 困難な巨木の移植さえ厭わはなかった。彼をアシストするユストゥスカール・ハッスカールは1842年に図書館ビブリオシーカ・ボゴリエンシスを設立。1844年には標本館ハーベリアム・ボゴリエンセを別設した。同44年、彼は第二のカタログを作成し2800種以上を記載するに至った。 第3代園長の RHCC スヘッフェル1869から1880在任は農業発展を目的として植物園を科学的活用の装置としたユーカリ、タバコ、トウモロコシ、リベリアコーヒーなどの育種と輸出をなした1880年にメルヒオールトロープ博士が園長となり続く30年間は その後の関連研究機関の基盤が整備された。コーヒー場を犯す寄生菌病や、砂糖キビを犯すセレウルス病などに対して、病理学の実行力を発揮して、対処を可能にした。1892年に60ヘクタールに拡張。1914年にトロイプ研究所が開設された。これは、トロイプ博士が、急病院棟を研究棟に改築。 1884年したことに橋を発する。多くのビジターが研究できるよう徐々に拡張した施設も第一次大戦下の財政難に際しては主要な資金源として機能した。それでも両大戦にわたる時期は財政難が慢性化していた。1930年に網羅的なカタログがダッカスにより作成された。その後、 1957年及び1963年に改定。1942年3月に日本がジャワ島を掌握。植物園と標本館ともに中井武之進が園長として就任。1943から1945。日本軍部の伐採要請を拒否して、園を守った。1945年から再び、 オランダが管理したが、1949年のインドネシア独立により、区分ラヤと解消、クスノトスティオニウォール所が、各国初級レターに就任。1959年に延長となるも、資金を含め、不安定な時期を迎えた。1962年に、植物園は LBN イコールナショナルバイオロジカルインスティチュートの参加に入る。 夫をスマルート主導の施策は、後に農業と製薬事業の発展に貢献することになる。1967年、スハルト大統領が5カ年計画として、レパリタ I を開始。LBN も農薬研究を中心に増産農業体制をサポートする。1974年からは、レパリタ E が開始され、果樹栽培研究が進む。分煙として、 ケブン・ボタニ・サーパングの350ヘクタールが1978年からオレンジ、ランサット、ランブータン、グアバ、バンゴスチン、アボカド、マンゴ、ドリアンなどの栽培研究にあたる。この研究がむしろ主力となったことで1983年には本体のケブン・ライアの方が大臣発令で付属扱いに、1980年代に LBN は スリット版バイラジャイを呼び植物園自体を分割。1994年にイネットプックが設立され、以降、国内と国際的両面での連携協力をボゴール植物園を起点として図っている。モテギシズをボゴール植物園日本図書観光会近代文芸者1998。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。